チャオあっちゃんです。今日はチャンネルのあちゃんが送ってくれたエビ豆、エビと国産大豆のノンフライ製法のエビ豆ふるさとおかき岡山の、畠山製菓って書いてあるのかな、はい、のおかきいただきたいと思います。あちゃんもねこういうねおかき系とか好きやねんで、子供も好きやけどね、うん、リーラン、何これ、おかき、リーラン、ちょっとね、布団の向こうのまた布団の横で寝転んでる、今日土曜日でお休みやからまったりして、ね、いただきます。あ、おいしい、もう香ばしい、なんかね、ほんのり優しい甘さと塩控えめで美味しい、ね、ノンフライだからさっぱりしてる、美味しい、なんかね懐かしいおかきってほんまになんか懐かしい、うん、味、美味しいな、ありがとうございます、はい、ゆっくり食べたいと思います。量がすごい喜んでる、ヒカルが一枚で食いついてくんだけど、キャーへんね、珍しいな。エビの香りっていうか、うん、おかきの香り。うん。豆がアクセントになって美味しいが。うん、豆のところ好きやね、結構。うん、美味しい。美味しいです。またゆっくりね、一個一個放送してくださるからね、また土曜日でお休みやから、ゆったり映画見ながらかゲームしながらか、ゆっくりゆっくり食べたいと思います。ありがとうございました。チャンネルのあちゃん、ありがとうね。